よくわかる美術様式シリーズ。今回バロックをやりたい、バロックをやりたいんですけど、ちょっと前にベルニーニやったでしょ。ベルニーニの時にも散々バロックの話したんで、被るとこもあるかとも思うんですけど、はい、逆にまあ熱いうちにやっちゃうかっていうことなんですけどもね。バロックは瓜谷さんは聞いたことはありますよね。バロック何度かこちらでお話して、こちらでですか、はい、こちら以外ではあまり聞かないですか。バロックは美術様式の一つです。何世紀の様式ですか。何世紀、いつ頃の。ロマネスク、ゴシック、ゴシック、バロック、ルネサンスがあるだろう。バロック、間にマニエリスムっていうのがあるね。マニエリスムの次がバロックということは16世紀。惜しいね、17世紀。もうちょい後でしたか、はい、江戸時代の初め頃と思ってもらえば間違いないんですけどもね、はい、バロック言葉の語源、まあ諸説あるんですけども、基本的にはポルトガル語のバロッコが語源というのが、まあ、定説ですね、うん。でこのポルトガル語のバロッコというのは、今ほらバロック真珠っていうじゃないですか、はい、まん丸じゃない真珠、うん、まさにあの意味なんですよ、うんうん、いびつな丸のことをポルトガル語でバロッコっていうんですよ、うん。それは真珠に限らないらしいよ。なんか宝石でもそうだし、うん、あの岩とかでもそうだし、穴とかでもそうらしいんだけど、とにかくいびつな丸のことをバロッコというらしいんですよ、うん、はい。でこの名前が非常によくできとるというのはベルニーニの時も言ったと思うんだけれども、なぜかというとルネサンスが縁だとしたらバロックは大変だからなんだよ、うん。でそれが非常によくわかるのがこのサンピエトロ寺院ですよっていうのをベルニーニの時にお話ししたと思うんですけどね、はい。このドーム、これあのブラマンテとか最終的にまあミケランジェロが設計したまん丸のドーム、それに対してベルニーニが設計したこのサンピエトロ広場は巨大な楕円なんだよね、うん。円と楕円、ルネサンスとバロック、うん。で、まあ、ルネサンスの巨人ミケランジェロのドーム、バロックの巨人ベルニーニのこの広場、まさにもうこのルネサンスが円ならバロックは楕円、うん。でこのもうベルニーニ以上に楕円野郎がいて、うん、それはベルニーニの一時よく一緒に仕事してたんだけど、途中から仲違いしてライバルになったボロミーニっていう人がいるんですよ。このボロミーニがもうあっぱれ楕円野郎で、これがねサンカルロ・アルレ・クワトロ・フォンターネっていう教会なんだよ。いっぱい例はあるね。いやもうよく有名な教科書によく出てくるのがこちらですね。もう大変でしょ、歪んでますね。歪んでる、なんで歪んでるかというと、このファサード自体が楕円形にこう前に出てるんだよ。うん。で中のドーム、ドーム自体が楕円なんだよ。ほう、完全にこう楕円形のドームになってる。まあルネサンスが円ならバロックは楕円、そしてルネサンスが調和ならバロックは対比で、ルネサンスが安定感ならバロックは躍動感、ルネサンスが理性的だとしたらバロックは感覚的、うん、まあ、こう覚えておけば間違いない。うん。であとバロックのもう一つの特徴としては、基本的に全てにおいて過剰、うん、やりすぎ、大げさ、胸焼けするお腹いっぱいな、うん、こう覚えておけば間違いないんですよ、はい。でそういう様式が17世紀になぜ流行したか、2つの大きな社会的な背景がありまして、1つはカトリック教会による対抗宗教改革運動っていうやつなんだよ、うん。これはつまり16世紀の初めに宗教改革っていうもんが起きて、でまあ宗教戦争が起きて、まあ、ヨーロッパの北の方が結構プロテスタントになっちゃったわけですよね、はい。でこれじゃいかんと、カトリック教会もねちょっとちゃんとしなきゃあかんのじゃないかっていうことになって、
で1545年に有名なトレント公会議っていうのが開かれたわけですよ。でそこでいろんなこういうことちゃんとしようみたいなのを決めたと同時に、製造いわゆる宗教美術、これを活用していきましょうっていうことが決まったわけだよ。というのはプロテスタントの方は、例えばあのルターが出てきた時にね、製造破壊運動が起きたりしたように、基本的にはまあ原点に立ち返って偶像禁止なんじゃないかとか、あんまりその宗教美術っていうのは重んじなかったわけだよね。で教会もゴテゴテ飾り立てるより質素な方がいいんじゃないかみたいなことをプロテスタントは言ったわけだよ。じゃあそれに対抗するために、うちらはもう分かりやすい宗教美術どんどん作っていきますよと、教会もゴンゴン飾りますよと、豪華にしていきますよと、それでこう信者を引きつけましょうよっていうふうになったわけですよ。じゃあどういうのがね、その信者にとって分かりやすくてね、あれかっていうと、やっぱりこう劇的な表現でね、こうドラマチックで、で感情的にわーすごいとかなるような作品の方がやっぱりみんな引きつけやすいんじゃないかっていう風になっていったわけですよ。それがまあ一つの大きな動きが、もう一つはこの17世紀に、例えばイギリスのチャールズ1世だとか、それからフランスのルイ14世だとか、まあ、スペインで言えばフェリペ4世とか、いわゆるその絶対専制君主みたいなのが出てくるわけだよ。絶対王政の国が台頭してくるわけですよ。とそういう国は王様偉いぞっていうのを見せたいじゃないですか。じゃあどうやって見せていくかっていうと、やっぱり美術作品使ってこうよってことになるわけじゃないですか。どういう美術作品がいいかっていうと同じだよね。やっぱり非常に劇的で壮大で動きがあって、王様偉いっていうのがすぐ分かるような、分かりやすい感情に訴えかける美術がいいぞっていうふうになっていくわけですよ。まあ、こんな2つの大きな社会的背景があって、まあ、マニエリスムがどっちかっていうと、なんていうのかな、もう技巧的な袋小路に陥っちゃってた時に、もうその技術を生かしてもっと大々的にバーンとやっていきましょうよみたいな流れにだんだんなっていったわけですよ。だからその絶対王政のこの頃17世紀にできた宮殿、代表的なのはベルサイユですね。このバロックの頃にできた宮殿っていうのは基本的にでかいんだよ。とりあえずでかいっていうのが確かに、うん、まあ左右対称っていうのがあるけど、とりあえずでかくてすごそうっていう、でこの頃に作られた教会っていうのも基本的にでかいんだよ。でそういうそのまあ別の言葉で言えば威圧的とも言えるんだけども、ヨーロッパに残っているその王宮とか大聖堂の多くはバロックなんだよね。であともう一つ、このベルサイユで忘れちゃいけないのは、こういうあの幾何学的な庭、はい、木とか草とかめっちゃ刈り込んで、木もなんかこんな円錐みたいになった木がバーって並んでたりする、こういう幾何学的な成形式庭園っていうんだけど、これが流行ったのもバロックの時代だ。この成形式庭園のことを別名バロック庭園とも言うんだよね。まあそんな時代なんだけど、ただそのバロックの何たるかをより物語るのは、この建物の外観とかよりもやっぱり中だと思うんだよ。例えばベルサイユで有名な、もうみんなが行くの鏡の間とか、すごい、どうすごい、派手、派手でしょ派手なんだよ。もう天井とかも全部壁画だし、もうそこら中に装飾がしてあるっていう過剰、装飾過剰、これがバロックの特徴なんだよ。やりすぎなんだよ、やりすぎバロックなんだよ。これ教会でも同じで、最初のバロック建築とよく教科書に出てくるのがローマのジェス教会っていうところなのね。このジェス教会っていうのは、まあ、イエズス教会という意味なんだけど、その名前からも分かる通りイエズス会の総本部なんだよ。これでイエズス会自体がその対抗宗教改革の中から生まれた修道会なわけですよ。
宗教改革が起きちゃってカトリックちゃんとせなあかんぞっていうのをパリ大学に留学してたイグナティウス・デ・ロヨラとか、はい、フランシスコ・ザビエルとかがわしらでちゃんとしようって言って、はい、でヨーロッパのあれも奪われちゃったから世界に布教していこうみたいなことで結成したのがイエズス会じゃない。17世紀ぐらい16世紀後だってザビエルが日本に来たのが1543年とかだ。そうですね、うんうん、だ宗教改革のすぐ後ですよ、うん、でイエズス会の総本部のこの教会、まあこの左右対称でゴーンとした感じ、これジャコッポ・デラ・ポルタっていう人が設計したんだけども、これ1580年に建ってるから最初のバロック的な建築って言われるやつなんですけれども、外から見てもまあそうですかぐらいの感じなんですけど、うん、そうですね、ね、うん、中見るとこうなわけで、もう天国がある、天国があるんですよ。すごいですね、天国がある、特に天井に天国があるんですよ。うん、この天井がすごいんですよ。わこれどうなってますかこれ。はみ出てるでしょ。あの 3D 画像みたい。まさに。この下から見るともう本当に雲が。あれしちゃって、これ元々の天井のあれからはみ出しちゃって、ああ枠に収まってない、ね、収まってないんですよ。本当ですね。この辺の人たち枠からこぼれて下に落ちていってるんですよ。え、どうなってるんですか。これスチュッコって言って漆喰で作る、日本でもあの左官さんが作る浮き彫りみたいなやつあるでしょ。スチュッコを実際の壁のところにこうくっつけて、雲みたいに壁にその漆喰のこの雲を作ってそこに描いてるんだよ。あ、そうなんですね。でこういうところもスティッコで作った天使とかが飛び回って、しかも下から見ると上にこう上がっていってる、あるいはこの下のこの光のところに向けて上がっていくと同時にこっちの人は地獄に落ちていく。うん、3D 魂なんだよこれ。うん、すごい。だこのなんていうのかギミック、以前やったベルニーニの聖テレサの甲骨に通じるギミックじゃない。実際この天井画を描いた人はジョバンニ・バッティスタ・ガウリっていう人で、ベルニーニフォロワーなんだよ。フォロワー、うん、ベルニーニを尊敬してベルニーニと一緒に仕事したりしてた人。このギミックありまくりだけど、ここに入った人はとりあえずやっぱりビビるんですよ。え、どうなってんのこれみたいな、本当に浮いてんじゃんみたいな、本当に落ちてきてんじゃんみたいな、ここ天使飛んでますよみたいな、本当ですね、うん、感じになるわけですよ、はい、この分かりやすさ、すごさっていうのがバロックなんですよ。でまあ、バロックもともと建築用語だからバロック建築の話したいんだけど、まあ、このチャンネルはまあ今まで絵画メインでやってきてるから、そろそろ絵画に話を戻そうと思うんですけれども、はい、このバロック絵画の巨匠というと誰を思い出しますか。バロック絵画の巨匠、ベラスケス。ベラスケスもそうですね。スペインで言えばベラスケスですね。あ、レンブラント。レンブラントそうですね。もう全部このチャンネルでやってるんですよ実は。ルーベンス。ルーベンスそうですね。元祖が出てきませんね。元祖、はい、ヒントをください。人殺しです。あ、イタリアの、はい、カラバッチョ。カラバッチョです。そう、バロックの元祖ですか。まあ、元祖っていうか確立者ですね。あ、バロック絵画のだからこのカラバッチョ、ルーベンス、ベラスケス、レンブラント、この四大巨匠を覚えておけば間違いないんですよ。あと時代的にはフェルメールもそうなんですけどもね、異色なんだけど、もう全部一通りこのチャンネルでやってるんですよ。うん、やってるからちょっと違う人も交えながら、はい、建築もそうだけどバロック絵画もやっぱりイタリアなんですよ最初生まれたのは。で最初にバロックの語源
諸説あるというふうに言いましたけど、その中の一つでこの人の様式をことからバロックっていう言葉ができたんじゃないかって言われるのがフェデリコ・バロッチって人なんですよバロッチさん、はい、そこからバロックが来たんじゃないかっていう、これですね、これ最後の晩餐なんですけど、かなりバロックなんですよ、バロッチはバロックの先駆者と呼ばれる、時代的にはこれまだ1500年代の作品なんですよ、1590年の作品なんですけども、これ最後の晩餐、最後の晩餐というとルネサンスだとレオナルド・ダ・ヴィンチの作品が有名で、このチャンネルでもやりましたけど、あれに比べて何が違う、あ、左右非対称な左右非対称だよね、うん、ですね、うん、ワイワイ賑やかピンポン全員動いてんだよ全員安定感より躍動感、あ、バロックですよ、うん、あと無駄に天使が飛んでるこういう過剰さ、賑やか、はい、でちょっとまあ明暗対比もあるよね、うん、かなりバロックな絵なんですよね、うん、まあ、こういうのが出てきたと。でカラバッジョより前に一世を風靡してたのがカラッチ一族という一族なんですよ、うん、これ兄弟やいとこでボローニャから出てきた、ボローニャ派と呼ばれる大活躍した一族なんですけども、そのまあ中心人物がアンニーバレ・カラッチっていう人なのね。アンニーバレ・カラッチのこれはあのローマのファルネーゼ宮殿っていうところの回廊の天井画なんだよ。これ見て何を思い出しますか、この天井画を見て。ミケランジェロのでしょ、はい、天井画、うん、なんだよ、天地想像なんだよ、うん、でね、このバロックの大げささとか過剰さの原点って、はい、うん、ミケランジェロなんだよ。あ、確かに。ミケランジェロはだからよくバロックを先取りした人とか言われるんだけど、でミケランジェロの絵もちゃんと立ってる人一人もいなかっただろう。そんな感じしますみんな体ひねってたじゃない、はい、だからバロックの原点はいわゆるミケランジェロだっていうのがこのカラッチのこの天井画やなんかを見るとねよくわかるんだよね。このボローニャ派っていうのが大活躍してた当時ローマ でちなみにこのアンニーバレのいとこの弟子でローマで活躍してた人がこのグイド・レーニチっていう人なんだよね。これ聖セシリアなんだけど、このグイド・レーニチっていう人は当チャンネルで実は出てきたことがあって、フェルメールの真珠の耳飾りの少女の元になったんじゃないかと言われるベアトリーチェ・チェンチの肖像というのを描いたことになっている人がこのグイド・レーニで、確かターバン巻いたこういう女の人の肖像を見せたと思うんだよ。だけど実際これベアトリーチェ・チェンチでもなければグイド・レーニでもないよっていう話をしたと思うんだけど、そのグイド・レーニ、この人はカラバッジョとかとの同じ世代の人だから明暗対比めっちゃ出てますよね。まあ、こういうバロッチとかカラッチとか地の人たちの後を受けていわゆるバロック絵画っていうのはこれやっていうのを確立したのがカラバッジョ、この聖マタイの証明、これがまさに1600年、日本で言えば関ヶ原の年の作品なんですけどもね、明暗対比ですね、スポットライトのような。この明暗対比のことイタリア語で何て言うんでしたっけ、キアロスクーロ、そうキアロスクーロ、これを極めて、でもうどん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 これがすごくなってって、もうなんか真っ暗になってくるわけですよねスポットライトみたいに、うーん、ここまでこう真っ暗になってくるとキアロスクーロを通り越して何て言いましたっけ、もう、テネブリスですか、ピンポン、テレブリスム、暗闇主義、この明暗対比、この画風を確立したっていうのがカラバッジョの偉大なところなわけですよ、強烈な明暗対比で、これに当時ローマにいた他の画家たち、さらには他の国からローマに修行に来ていた画家たちがみんな影響されちゃって、でカラバジェスキとかカラバジェスキと呼ばれるフォロワーになっていったわけですよね。でその人たちが
それぞれ自分たちの国に帰ってこのカラバッジョの様式を伝えていくわけですけれども、そんな当時ローマに修行に来ていてカラバッジョに魅せられて影響を受けた一人がですねルーベンスなんですよ。でこちらはカラバッジョが書いたキリストの埋葬、これをルーベンスがコピーしてるんですよね。本当だ、うん、もうやっぱり違うんですよ。どう違う？カラバッジョ、ルーベンス。カラバッジョの方がより大げさですか？うん、明暗対比が強い、激しい、はい、強いよね。あとこの感情表現とかも激しいんですよ。だから一言で言えばカラバッジョの方が激しいんですよ。そうですね、抑えめなんで、ある程度抑え、バランス取れてるんですよ。これがやっぱりこの人の偉大なところなんですよ。あ、偉大なところなんですか。うん、やっぱり何でも味の濃いものは好みが分かれるんですよ。そうですね、いい具合にしてくれた方が誰もが結果として、この人はだからもうヨーロッパ中のカトリック教会、ヨーロッパ中の先制君主から注文が来る、バロック最大の画家になったわけですよ。質量ともに圧倒的な最大の画家はルーベンスなんですよ。この人がまあバロック絵画の確立者としたら、もうバロック絵画最大の巨匠はこのルーベンスで、まあ教会からももうどんどん仕事来てね、前見たようなあのザビエルの奇跡とかだとか、それからこちらも前見たグランダースの犬のネロ少年が最後に見たキリスト降下、そういう教会の仕事も山ほど来ましたし、あのもうヨーロッパ中の王様に呼ばれて絵描きに行ってるわけですよね。だからその外交官的な役割も果たした。で各国語ができたっていうところもこの人またすごいところなわけなんだけど、まあ、そういう中でもう最大の作品と呼ばれるのがこのフランスの、まあ、摂政も務めたマリー・ド・メディシス、メディチ家からフランス王家に嫁いだマリー・ド・メディシスの生涯っていうシリーズですね。これなんと24連作、すごい。ルーブルの一室もこのマリー・ド・メディシスの部屋があります。ルーベンスのマリー・ド・メディシス24枚で一つの部屋1000、まあ、1枚1枚でかいし、これがまたルーベンスのすごいところがでかい。これも見て、大げさとはこのことでしょ。これマリー・ド・メディシスがイタリアから嫁いできてフランスのマルセイユに上陸した時、もう海の女神や神様はみんな祝福してる。何事だって話じゃないですか。すごいですね。でこの肉のつき方も過剰じゃないですか。全部にトゥーマッチでしょ、これ。トゥーマッチだと思いますね。しかもでかい。でこれが24枚、もうお腹いっぱいです。はい、完全にお腹いっぱいですよ。はい、これがバロック、これがルーベンス。でまたこのルーベンスの絵っていうのがヨーロッパ中どこの王宮に行ってもどこの教会に行ってもどこの美術館に行ってもあるんだよ。すごい。あれもうヨーロッパにこう美術の鑑賞の旅行に行くとルーベンス酔いという状態になるんですよ。もうルーベンスいいって、もういいですっていうぐらい、それだけ巨大な作品を大量産できたのは、まあ、アントワープに構えた黄金の工房と呼ばれた大工房があったからですよね。でそこに優秀なアシスタントたちが山のようにいたわけですよ。そこのチーフアシスタントだったのがアントニー・ファンダイク、英語読みするとアンソニー・ヴァンダイク。でルーベンスがイギリスのチャールズ1世にうちに来てね、宮廷の画家になってくれんかって言った時に、まあ、ルーベンスはほら、いやうちスペインからもフランスからもハプスブルクからも仕事来てますんでみたいな、うちの一番弟子を送ります、送ったのがヴァンダイク。
ヴァンダイクはだからこのチャールズ一世の宮廷画家になってイギリスで活躍したわけですよ。まあ、先生君主の肖像画を描いたヴァンダイクですね。そんな感じのルーベンスと、まあ、その弟子のヴァンダイクなんですけども、で一方スペインのフェリペ4世のところにいたお抱えの宮廷画家といえばがベラスケス、ディエゴ・ベラスケス先生ですね。あのマネー先輩が画家の中の画家と評価したこのラスメニーナスがいかにすごい作品かっていうのは、ぜひこのラスメニーナス会をこのチャンネルでやってますからご覧いただきたいんですけれども、ここにいるのはこのディエゴ・ベラスケス先生ですね。でベラスケス先生何しろ宮廷画家だから、この王女マルガリータはじめフェリペ4世夫妻だからさ、王室の人ばっかり描いてるイメージあるんだけど、はい、この人はあのちゃんと実力のある画家だから、時間があるときは宗教画も描きますし、それからルーベンスにやっぱりすごい刺激をされるんだよ。ルーベンスは何でも描くなって、俺ももっと王様ばっかりじゃなくて違うもん描きたいよってのがあって、ギリシャ神話とか描きたいよって言って、こうギリシャ神話のこのバッカスの勝利っていうのを描いてみたんだけど、でもやっぱりルーベンスと違うのはベラスケスは完全に神話の話じゃなくて、まあ、これお酒の神様じゃない、お酒飲みがみんな喜んでるって話なんだけど、これ同時代の人たちなんだよね。で一人一人の個性とかの描き分けとかをすごい知ってるんだよ。でこういうとこリアリズムなんだよ。ここがやっぱりルーベンスは全部理想化して描いちゃうから違うとこなんだよね。でこういうリアリズムっていうのはおそらくベラスケスは後で出てくるオランダの画家から学んでる部分があると思うんですよ。あるいはこのラスメニーナスを説明した回でやりましたけど、これすごく細かく描いてるように見えて、近くによるとすごく洗い立ってさささと描いてると、そういうのもオランダの画家から学んだかも。この当時ほらオランダはまだスペイン領で独立戦争をしてた時代ですからね。まあそんなベラスケスがいますわね。うん、でスペインのバロックで、まあ、もう一人忘れちゃいけないのがこの人ですよ。うん、この人の名前の発音を瓜谷さんに教えてほしいんですけども正しくはなんて発音するんですかこの人。私も上手にできないんですが、はい、ムリリョ、カタカナだとムリリョって書いてあるよね。ムリリョ、ムリリョね、あの LL だよねスペイン語の LL、 リョなのかジョなのかヨなのか難しいですよね。パエージャかパエリアかパエヤかみたいなのあるじゃん、はい、ドイツ語のウムラウトちゃんと発音できないと通じないよ。あ、そうですか、うん、ケルンまでとミュンヘンまでの切符も一生買えないよそれは重大事ですね大変だよ、大変ですね、うん、まあムリリョですね、はい、ムリリョといえばじゃないですか、これベネラブレスの無限在のお宿り。ベネラブレスってセビリアにある病院らしいんだけども、はい、そこにあったやつなんだけど、もうこのマリア様ともうそこら中にいる天使たち、ムリリョといえばもう聖母と天使しか書いてなかったんじゃないかみたいに思われがちなんだけど、はい、これが意外と前から一回日本にも来たんだけども、シラミを取る少年みたいな、こういうその貧しい人たちをリアリズムで描いてるんだよね、ムリーヨって。意外に19世紀の写実主義を先取りしたかのようなリアリズムの作品も描いてたりするっていう、単にそのこういう極楽の世界ばっかりじゃなくて、だからベラスケスもそうなんだよね。ベラスケスもなんか宮廷のあの道家の人たち描いてみたりとか、現実のすごく写実的な部分を捉えてるっていうのがスペインの画家の面白いところですね。さあそんな感じで、まあカトリック教会と絶対先生君主の庇護を受けて発展したバロック美術なんだけど、一カ国だけそのどっちもないのにバロック美術が開花した不思議な国があるんですね。それがオランダなんですよ。オランダはとにかくプロテスタントの国で市民の国ですから、
一応オナニエ公ウィリアムスというのを、まあ、君主に迎えてはいますけど、もう実際の政治は全部市民が行っているわけですし、カトリック教会ももうないです。だからビーズのパトロンは市民だけなんですよ。そんなところでバロックが開花した理由はですね、このオランダからやっぱりローマに学びに行った下手画家たちがカラバッジョに感化されて、カラバジェスキになって帰ってきたからなんですよ。中でもたくさんのカラバジェスキを生んだのがオランダのユトレヒトという町から行ってた画家たちなんですよ。でその人たちが帰ってきてユトレヒトカラバジェスキと呼ばれる一団を作るんです。でそこで学校も開くんですよ。でそれでもカラバッジョ風の絵っていうのがオランダ中に広まったんですよね。そのユトレヒト・カラバレスキの代表の一人がこの人ですね。ヘラルト・ファン・ホント・ホルストっていう人なんですけども、まさにローマでカラバッジョの影響を受けて帰ってきたユトレヒト・カラバジェスキ、まだカラバッジョ的だろう。でこういう画風っていうのが瞬く間にこうオランダに広まっていったわけですよ。そうなるともうローマまで行かなくていいと、もう分かったと言った代表選手がこの人ですね。レンブラントですよ。むちゃくちゃ明暗対比の効いた初期のベルシャザルの共演っていう作品なんですけどね。レンブラントは最初リーフェンスっていう、やっぱりこれも神道と呼ばれた画家と一緒に故郷のライデンで工房を開くのね。でその2人に最初に目をつけてくれたのがホイヘスっていう人で、オラニエ公に仕えてた人なんだけど、振り子時計を完成したヒゲゼンマイを作ったクリスティアン・ホイヘスのお父さんなんだよ。こんな才能があるんだったらね、ローマ行って勉強した方がいいんじゃないかって言ったら、もう行かなくても十分ですって言ったっていうのをホイヘスが記録に残してるぐらい、もう書けます、実際書けるんだよ、こういう歴史がもう書けますし、あとレンブラントはやっぱりルーベンスをすごい意識してたから、ベルギーにルーベンスがいるならば俺はオランダのルーベンスになるって言って、こうキリスト効果とかも書いてるんですよ。だからこういう歴史画とか宗教画を書く実力は十分だったわけですよ、ルーベンスは。でも注文がやっぱないんだよ。だってカトリック教会もなければさ、先生君主もいないわけで、で市民から一番注文が多かった画題といえば市民、うん、オランダで肖像画、集団肖像画、それも、うん、集団肖像画でどんどん売れていって、うん、最終的に1642年にレンブラントの集団肖像画の頂点にして、これを機に没落していく夜景という作品。どうしてこれを機にレンブラントが没落していったのかというのは、当チャンネルのこの夜景の回をぜひご覧いただきたいんですけども、こういうのを書いてるっていうことですよね。これ面白いのはイタリアのカラバッジョ、頂点を極めながらね、調子に乗りすぎて人殺して逃げ回ってのたれ死ぬじゃないですか。でレンブラントもこの集団肖像画で金稼いでローン組んで家買っちゃったり、あとあのしょうもない骨董品とかにやたら金使ったり、陶器に手を出してみたりとかして、で破産するじゃないですか。この明暗対比がうまい画家っていうのは、自分の人生も明暗対比になっちゃってとこが面白いんだよ。わあ面白い。バロックの面白いところは、明暗対比が強い画家ほど自分も明暗対比になっちゃうっていう、まあ、そんなオランダ、ね、でもカトリック教会も王様も援助もなかったんだけど、この17世紀のオランダっていうのはオランダ海岸の黄金の世紀ってやっぱり呼ばれてるんだよ。でそこでレンブラントと双璧っていうところのフランスハルスなんだよ。これマルレ・バッベっていう絵で、バッベってバルバラっていう人の通称、あだ名なんだよ。バルバラっていう名前だとバッベって、マルレっていうのは頭がおかしいっていう。あ、そうなんですね。で当時いたらしいんだよ。年がら年中酒飲んでわけわかんないこと言ってるマルレ・バッベっていう人がいた。それを描いた作品なんだけど、
これは後にですね、あのフェルメールの贋作で有名なメーヘレンがフェルメールの前にこのハルスのこれ贋作を散々やってて、うん、このマレバベの別バージョンっていうのも贋作で書いて、あのメーヘレン会に確か出したと思うんで見てほしいんですけども、これを見るとこの個性表現、それからこのタッチの荒さ速さすごいですよ。これ前あの中野京子さんがねゲストに来てくださった回にも話しましたけど、やっぱりオランダは市民がスポンサーだから単価が安いと、絵の、はい、だからやっぱ数で稼がなきゃいけないから早く描かなきゃいけなかったから、こういう早描きの技術が発達したんじゃないかと。だけどこのハルスのこういうのを見て、さっきのベラスケスとかはこれだと思ったわけですよ。この個性表現、このタッチのうまさっていうのをわしも取り入れていかんといかんな。ただこれもさささって感じなんだけど、極めて正確なんですよ。でこれ、まあ、当時の絵としてはダメなわけですよ、こんなタッチが残ってちゃ。もっと滑らかに綺麗に描かないとダメだっていう時代だったんだけど、あえてこのタッチ、これがだから19世紀に入るといやこれがすごいって言うんで、マネやなんかは盛んにこれを吸収していくわけですよね。だからマネが、ベラスケスが画家の中の画家って言ったのはやっぱりそのタッチが正確だって。でそのじゃあタッチで描き方をベラスケスはどっから吸収したかって、このオランダの画家から吸収してたという、そういうわけなんですよね。なるほど。でまあもう一人やっぱり我が国では特に人気だからやっとかなければいけないのがフェルメールですよね。でこうやって見てくると、この人はやっぱりバロックの画家としては極めて異色だったっていうことが、とにかく明暗対比が強烈じゃないんですよ、ぼんやりしてるんですよ。でよくその障子越しの光みたいなこと言われるんですけどもね、だからそれがやっぱり日本で人気がある原因だと思いますね。そうです、日本人には胃もたれしない感じがちょうどいいんですかね、はいはい、で絵の大きさも小さい。あと、まあ、当番組でやって忘れちゃいけないのがですね、カラバッジョ、イタリア直じゃなくてこのユトレヒト・カラバジェスキから明暗対比を学んだのが、まあ、今はフランスになったロデーヌ公国のこの人。いや、すごく似てるなと思いますね、うん、だからジョルジョ・ラトゥールはそのイタリアに行った説とかあったけど行ってないんだよね。じゃあどこからこういうこのカラバッジョ的な明暗対比を学んだかというと、ユトレヒトだったんだよ。ユトレヒトに実際に多分行ってるんだろう。あのロレーヌはほらドイツとフランスの間だからオランダに近いんだよ。イタリアよりオランダの方が近いんだよ。あるいは向こうから来たか。とにかくカラバジョ直じゃなくって、ユトレスト・カラバジェスキからジョルジュ・ド・ラトゥールは学んだというふうに言われてますね。まあ見てきたようにですね、バロック絵画の特徴はまずその劇的である、明暗対比が効いている、動きがある、でなんか全般にやりすぎてる感じがするっていう胸焼けするなと思ったら、それがバロック絵画だと覚えておいてもらえば間違いがないという。絶対間違いないですね、はい、そういう、うわーきついわ、こうやってもう3枚見るともういいわってなるのは大概バロック絵画だよ。あのマニエリスムも持たれるイメージがあるんですけど、うん、やっぱりマニエリスムは持たれるけど、でも全体に冷たいんだよ。いんやりしてるからあんまり胃もたれしないんだけど、暑いし、暑いのにてんこ盛りなんだよ。二郎系なんだよ、なんか。あ、確かにマニエリスムはなんかたくさん乗った冷やし中華みたいな感じでなんとかなるんだよ。あ、そうなんですね。こう二郎系でマシマシで来るからちょっと疲れてる時にはきついんだよ。全部のせマシマシ、全部のせマシマシが、だからバロックは絵画は二郎系全部のせマシマシと覚えておいてもらえば好みですね。ああ